今日は先日フリーの外した車体左側に新品を装着します。下が新品のリプレース品、上が外した純正品です。微妙に違いが散見されて嫌な予感がします。まずはヒーター開閉バルブのアームを古いものから新品に移植します。ヒートエクスチェンジャーについてくるかと思ったら別売だったので、とりあえず移植で済ませてしまうという作戦です。アームはあまり腐食していないのでもったいないですし。オリジナルにはこんなものがついてたんですが、これを移植しなきゃですね。ちょっとね、このスプリング、どうかな、これ。微妙にちょっと、スプリングの穴がない。ただ、はめるしかできなさそうですね。とりあえず、やってみましょう。バネがビヨンってくるかな。大丈夫かな。こうすればいいのか。よし、抜けました。ちょっと抜いてみようか。入るかな、これで。入るかな。入っちゃいますね。あ、うん。ちょっと違うな。こうですもんね。こうしてみる？違う。おっと、これは部品が足りない。うん。なるほど。画面も取って。あ、いけそうですね。ただこれ。削るなり、折れちゃったりしたな。助けて。あ、メタルも助けてたな。ああ。これ小一ってな。難しいな、これは血にはないように入れるまであります。これ外した方が楽かな。それも入っていかない。中にあるここの太さが全然違う。これはスペーサーがこう入るのに、こっちは全く入らない。ここの径が微妙に違うんですよね。おそらくこのまま入れたら排気漏れする可能性が高いんだけど、まあやるだけやってみちゃおうか。くそ。また何か干渉してるのか、ここ。
隣のエクソスのすぐ上に燃料があるというのも、燃料パンプがあるというのも。自作スペーサー、厚みが微妙に足りない感じですが、ちょうど良い厚みの鉄板ってなかなかなかったんです。とりあえずこれでいき、ダメだったらまた考えます。というわけで今回もここまで。まだ車体左側の仮組みができたにすぎません。途中カメラのバッテリー切れで撮れなかった箇所がいくつもあるので、動画はかなり端折っています。つまりこれからが本番というわけです。てなわけで続く。